バニー鈴鹿チーム VS 美濃コーチのゴルフ対決。戦いの舞台は名門フェニックスカントリークラブの住吉コース。ここで今回の対決のルールを説明しよう。ティー位置はそれぞれバックティー、レギュラーティー、レディースティーを使用。そしてバニー鈴鹿チームはセカンド以降はベストボールを選択して、2人とも同じところからショットするハンデマッチとなっている。3ホールの合計スコアで勝敗を争います。2ホールを終え、バニー鈴鹿チームがリード。さあ残り1ホール、勝負の行方は。いよいよ最終ホールでございます。さあここまでワンストローク差、はい、まあ我々のバーディーがありましたからね、うん、これがさあということで、ここはですね、ちょっと長めのパー4でございます ね、はい、特に青 T からだともう440ヤードぐらいは、はい、そんなありましたっけ、はい、ここ最終ですから、はい、もう1打差とりあえず挽回しないと負けになりますよ。はい、もう普通通りやります。これどんな風に攻めます？もう僕はまっすぐ、まっすぐイメージ。おっと左側、おっとどこまで行ったか。おなんかカメラマンが右往左往しよるぞ。ちょっと微妙ですけどね。だけど左の林には行かなかったですね。よくあそこ行くんですよ、はい、僕は。マジさん狙い目はちゃんと自分の球が出れば、はい、結構ドロー目に行くんで、うん、こっからあの右の松がありますよね、はい、あの木の端っこ、うんうんうん、ぐらいに狙ってスーッとこうドローボールでど真ん中、ど真ん中ぐらいに行けばいいなと。ちょっと右だけ、まあまあ超えてる、ちょっと右に行ったけど超えてるよ。あ、当たった。お、帰ってきた帰ってきた。お、フェアウェイ。おお、戻ってきた。うわだいぶ手前に戻ってきた。でもちょっとこれまあでもまあ打てますからちょっとね右に出たとよ。まあでも鈴鹿ちゃんいますからね。はい、頼むぞ。はい、おいしょ。今日一、どうした、これ完璧じゃないですか。おお、ちょっとあんまり行くなよ。お、飛ぶ、飛びすぎ、飛びすぎ。大丈夫ですか？うん、大丈夫だと思う。いやいや、今のナイスショットやない？ありがとうございます。うん、なんかずっと触れなかったんですけど、ちょっと触れ、うん、触れたね。触れてきました、うん、もっと大きい声で言え。ちょっと触れてきました。ちっちゃい声で喋れて、ゴルフ場はお客さんだもん。何言っとんじゃ目音漫才うん、ちょっとむずいです。これちょっと難しいっすね。さあ、こういう時ってはい、もうこの松の枝とかを感じると2オンは無理なので3オン狙いって感じにするんですかね。狙いますよ。あ、狙うんすか。はい、お、強気。お、ちょっと曲がりが早かった。あ、当たっちゃった。ちょっと早かったね。はい、曲がり早かったです。すごかった。雪に当たりました。もうちょい右でしたね、本当ね。でしたね。もったいないけど。いやいや、はい、ナイストライ。ありがとうございます。ありがとうございます。この松の木があって邪魔になるかなと思ったら案外これは超えるね、うん、まあもう普通に上からドンと乗っかっていけばいいです。おい、うん、ちょっと薄いけどいいよ。かった、ちょうどいいんじゃない。だいぶ薄かった。ラッキーやったじゃない。ほら、ほら、コロコロ薄かった。寄ってるよ。52をで打って100打ってコロコロコローと転がる。あ、これ届かん。うわ、最悪ダフったわ。まあ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 、まあ、鈴鹿ちゃんがいるんでもう80打つ気持ち、まあ僕のこの58のちょうどフルスイングぐらいですね。ちょっと抑えたけど止まって止まる。おー、危ない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 。ナイス。とりあえずパーチャンス。はい、おー、パーは絶対なんですよ、皆さん。まあでも鈴鹿ちゃんのもこれ3パットしないっしょ。スライス。いや、これはねかなりのフックだね
え？あれいいよこれフックしたでしょ。本当だフックしたよほらこっち側こう来た。全然信じなかったでしょ。でちょっとあんためっちゃ嘘っぽい顔で言うから本当のこと言ってたんですね。ごめんなさい本当のこと言ってたんだよ。ごめんなさいね。行け入る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 。やったイエーイ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 。父ロドリゲス。いやこれはいやー乾杯だな、うん、いや今のはだけどフックラインって僕は分かってなかったらあっちには打たない。まあだけどここはちょっと入れてやっぱり締めましょう、はい、いやそうですね、はい、ナイスナイスナイスパナイスパです。ございますすごいありがとうございます。ここからパーやったちゃんと、はい、ナイスです。ナイスです。お疲れ様でした。お疲れ様でした。ありがとうございました。ありがとうございました。いやいや3ホール目、うん、なんと、うん、まあ僕は当然なんですけどねバーディー入れてトータル、はい、我々が、はい、バーディーパーバーディーバーディーパーバーディーそうやろって言うんだ。おー2アンダー、うまいこときました。すごい、はい、で、はい、猪野さんがパー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 、はい、パープレーということでとりあえずこの3ホールマッチはバニー鈴鹿組の勝ちということでいいですか。はい参りました。はいありがとうございます。ありがとうございます。嬉しい。いいんですかそれで。うんよくはないですねまだほらまだ全然明るいですよ。あそうですね、暗いですけどね。 あとはもう頼み方次第ですけど、はい、じゃああと1ホールよろしくお願いします気持ちいい超気持ちいい。なんも言えねえ気持ちいいいいですか行きましょう。行きましょう行きましょう。さあ楽しみですさあ泣いて頼まれたのでしゃあないのでねエクストラホールでございます、はい、ダンロップフェニックスではよくショートカットでね、そうですね、もうワンオンを狙うとこですけれども、はい、ここはもう特別ルールといたしまして、はい、我々はそれぞれ、自分のボールでプレーして、はい、上がった数字を足します。なるほど。だからパーパーであれば 8、はい、で猪野さんは、はい、上がった自分のスコアを2倍してください。ああなるほど。パーだったら8。8。じゃあ僕ら勝ち気でいきますんで、はいはい、よろしくお願いします、はい、よろしくお願いします。ここ狙いはどうですか。僕はもうあの正面のカメラマンさんのとこですね、はい、はい。もう奥のバンカー狙いですね。ナイスショー。わあバンカーですよこれでも。うっそ超えないですか。いや超えないかな。うん超えたんじゃないですか。超えたっぽい。バンカー入ってる感じしなかったですね、うん、ちょっと思ったより右目に出ましたもんね。ちょっと老けちゃいましたね。はい。これは完璧だよ。めっちゃいいやないですか。今日一ですよ。ナイスショー。うえーい、めっちゃ完璧。ちょっと左に行ったと思って、はい、あれやったんですけど、まあいい。今日いいっすよ。さっきのねバーディーパットがね気持ちよかったですよね。はい。ゴルフってそういうもんですから、ね、流れが良くなりますよね、はい、一気に変わりますよね。そうなんですよ。乗ってるからね。もう乗ってるやつはねもう手がつけられないっすよ。何させてもうまくいくでしょうね。ほんとそうですよ。もういや、どうだ。怖い。木に当たりそう。今の木当たったわ。下に落ちたじゃない。ちょっと高さが足りなかった。何しよっとや。だって打つ前まで喋るし打ちづらかったし。なんやそれ。欲しいじわ。意味がわからん。いやいや怒ってますよもうほんと無理。絶対無理。来た来た。うわ何しよっとあんた。だから左はダメやってあれほど言うよりやったわ。どうすと。もうだけどもうこっち狙いでしょ普通に考えて。いやこっちでしょ。で3-4ワンパットの可能性もあるからね。はい。
はい、オッケー。うん、いいとこ。もうもう、あれでベタピンならいいわ。なん、俺のせいじゃないし、はい。はい、ちょっとあれお願い。Pでちょっと抑え気味に。ちょっとつま先上がりなんですね。はい、ちょっとフックしやすい。はい、あ、やばい。ちょっと右に行きましたよ。あーっと、グリーンは外した。おっとおっと、おっとおっと、ちょっと警戒、警戒したんですね。はい、でも難しいですよね、引っかかるのを警戒して、はい、しょうがないです。まあ次がどうかですもんね。まあ、はい。うわー、ディポットやん。うわお、誰これはやばい。もうなんやとも、かわいそう。なんでこんな風になる。かわいそう、俺の人生みたいや。距離的には52度の距離なんですが、はい、P でしっかり出すことだけを考えよう。で、オーバーしてもいいと思う。うまい、うまいよ、うまくった。あー、でもやっぱ大きい。あー、でもスピンかかってますよ。塗りました。いや、ちょっとね、こぼれたかもしれないけど、うまく打てましたですよ。すごいうまく打ったと思う。はい、今んとこ全員2オンしてないから、はい、ここをしっかり打っとけばいいよ。そう、そうですね、ボギーをね、はい、鈴鹿ちゃんはしっかり取れば、はい、あー、ちょっと引っ掛けた。届け。よくあるやつね。うーん、あー、でも乗った、はい、乗ったのは乗ったけどちょっと遠い。よくあるやつね、はい。さあ、パーパット。はい、あー、垂れるの早いぞ。ゴー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 、ゴーゴーゴー、うー、あー、打てんかった。さあ、アプローチ、アプローチパターで。打った、打った、打ったよ、打ったよ、やっちゃった、打ったよ、打っちゃった。これはダメなやつだね。はい、ここはね、もうコロコロコロって行きたいけど、ちょっと日が沈んで遅くなってるのかな。バニーさん、お、弱い。打った、しっかり打った、しっかり打った。うわ、これは微妙な距離残しましたよ、また。まあ、これで僕がもう入れれば。これはいかんな、この流れは。この流れはダメ。これダメな流れだわ。ちょっと右に垂れると思うとよね。ボギーパット。が、切れた。オッケー。はい、先です。はい、ボギー。さあ、2メートルのボギーパット入れれば勝利が近づく。打った、しっかり。やった。イエーイ。やった、ナイスボギー。素晴らしい、ね。入れたね、イエーイ。ナイスボギーだね。はい、ナイス、ナイスボギーです。ボギーです。はい、お疲れ様でした。お疲れ様でした。はい、お疲れ様でした。結果発表、はい、エクストラホールは3人ともボギーということで、はい、バニー鈴鹿チームの勝ちと、はい、いうことをさせてもらいます。はい、ありがとうございました。いやいや、どうでした、最終エクストラホール、ね、一番いいところにね、つけておいて、そこからスリー、まあスリーパットではないですけど、外から、あの最初のアプローチが良、はい、くなかったですね。はい、楽しいですね、これでしょ。私たちだけですかね。いや、僕もすごい楽しかったですよ。やっぱ対決シリーズ面白いですよ。面白い、まあまあ、僕は対決はしてないですけどね。自分に負けただけです。負けました。まあだけど最後のボギーだけですもんね。いや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 、でもね、本当もうちょっといいプレー見せたかったですね。そうですよね。でも本当楽しかったです。楽しいですね。はい、またやりたい。
やりたいですね。定期的にやりますか。ちょっと リベンジしたい。ちょっと練習しといてください。めっちゃ上から。めっちゃ上から。いやいや。ということで、はい、今年もゴルジャンどんどん楽しく盛り上げていきたいと思いますんで、はいはいはい、皆さんも楽しい番組を見てくださいということで、はい、今日はどうもお疲れ様でした、はい、どうもありがとうございました。